腕ざわき方の基本型を仕掛けるプロレスラーとマソ、ジャンパ腕ざわき方は、柔道、柔術、合気道、プロレス、総合格闘技における関節技の一種である。基本的には、脇の下で相手の腕を静止肘を極める技であり、寝技、立ち関節技で使用される。行動官や国際柔道連盟での正式名、IF における別正式名脇、 型、UH 脇があため。IF 略 5WAK。脇は脇腹の脇手語ジだが、脇の代わりによく使用されている。柔道系曲の形取り両手取りでの腕触り型の基本形基本型は、右手で相手の左手首を取り引いて、相手の左腕を一直線にするようにして、右脇で左上腕を挟む。最終的には両手で相手の左手首を取り、 力点とする。自分の右脇のあたりを支点として、相手の左上腕に体重をかける。支点をどこに設定するかによって方もしくは、肘関節、あるいは、その両方を極めることができる。これは、相手と頭上の向きが同じ場合だが反対の場合もある。つまりは、右脇で相手の右腕を極める場合もある。または、肘は伸ばさないでひねって極める場合もある。 手首を持つ手は片手の場合もある。プロレスでは藤原義明が名手として知られている。脇肩をかけられたレスラーが前転して技から逃げようとする場合があるが、藤原義明はそうして逃げようとするレスラーをバカな奴と批判している。理由は腕を取られていることに変わりはないので、そのままアームロックに移行されるから。合気道での別名第六強。 六箇条、肘締め、肘極め。別名円は、藤原アームバー、アームピットアームバー、腕座対方。基本型トラミスティカは脇で、相手の上腕もしくは肩あたりを抑えるが、それ以外の多くの腕座脇方は、肩貫抜きを利用し脇で、相手の手首もしくは前腕を制する。腕座し方の一部の技は、脇や脇腹を使用したり極めるわけではないが、 樹の形態が腕沢木型の基本型に似ているため、脇固め、藤原アームバーが名称に入ったり、誤って決まり技を、腕沢木型、脇型などと発表されることがある。柔道系曲の形立て合い両手取りでの立ち姿勢での、腕沢木型の基本形のイラストプロレスにおいては腕を取りながら倒れ込み基本型を極めるというパターンが、知られている。 藤原義明はラリアットをかいくぐっての湧き方、ブレインバスターをかけられようとするところからの湧き方など、立ち姿勢での返し技としても用いている。かけたまま倒れ込むと関節に角の負担がかかり、重症になるケースがあるため、これを防ぐため禁止している格闘技がある。柔道における行動間ルールでは立ち姿勢から腕座わき方等を施す場合には立ち関節技として成立する。 しかしそのまま一挙に体を捨てて取った場合、警告、または反則負けとなる。アイフルールの2018年から2020年版、以前のルールでは、立ち姿勢から立ったまま極めれば立ち関節技として成立する。しかし、技をかけるかまたはかけようとしながら、畳の上に直接倒れることをした場合、反則負けとなる。 アイフルールの2018年から2020年版においては、すべての立ち関節技が、禁止技となり、立ち技において、関節技、もしくは、締め技を施した時に、待てとなり、指導対象となる。アイフルールで渡ったまま極める湧き方も困難になった。上村春樹は、カニキョと体を捨てる腕座湧き方が、金刺技となったせいで、片手だけで組んで技をかける変速変形柔道が、 増えている、との意見を持っている。1994年全日本柔道選手権大会決勝戦では、今野淳と吉田秀彦の立ち姿勢での基本形のき方合戦が話題となった。青木真也は、シュートのデビュー戦で、スタンド状態のまま基本形のき方を極めて対戦相手の腕を破壊して勝利。北条司法官をかけるプロレスラーアントニオとーマス法。ホー 上司方巻は、仰向けの樹の正面から、樹の右手首を脇の下に挟んで体を後ろに沿って、樹の右肘を極める腕沢き方。左手で樹の左襟を掴む場合もある。樹の片腕を抱えた、方上四方型から入ることが多い。立ち姿勢での勘抜き方のイラスト勘抜き方は、右脇で正体した相手の左手首を捉え、両腕をフィギュア4に組んでの腕沢き方。 膝住み方膝住み方はガードポジションからの勘抜き方。逆手首は右脇で正体した相手の左手首を捉え、両手をパームとパームに組んでの腕沢方。例えば立ち姿勢で樹が鳥の右上腕付近の袖を左手で掴んでいるとき、右腕で樹の左手首付近で螺旋状に外側から回し、樹の前腕を取り囲む。このとき、鳥の手首の内側は常に 樹の前腕にできるだけ密着させ、螺旋の小道を大きくしないようにする。鳥の手首がほぼ胸の下を通るようにする。鳥の右前腕が樹の前腕の下を通り過ぎたら、鳥は両手を合わせ、胸骨と樹の肘を当てる。巻き上げ動作中、鳥はわずかに前傾する。樹の左手首は、鳥の右脇の下で、斜めではなく垂直にロックする。鳥の右手首は、 呪の左肘より低い位置に置く。次に鳥は両手をなるべく高く保ち、強く反り返る。テこの原理と呪の自重により受けの左肘が極まる。インサイドショルダーロックインサイドショルダーロックは、呪の左手首を右脇で挟み右手首付近を、呪の左上腕中付近に当て両手を組んで呪の左腕をひねって極める腕ざわき方。両者膝立ちや、ガードポジションなどから極める。 小室浩二は、ガードポジションから極めるのを得意としている。トリが、樹の左側に、頭上の向きを同じに、両者、仰向けに並び、右足で樹の右腰を押さえて極める場合もある。グラウンド式んじ固めは、両者がマットに寝ている状態で繰り出す、んじ固めであり腕ざわき方。四つんばいの相手に、左足でのかわずがかりを仕掛け、 両手で樹の左腕を取り後ろに倒れ込みながら、樹を横転させ、樹の左腕を右脇で抱え伸ばし、右足を樹の頭部にかけ、樹の左肘を極める。プロレスでは、カワズ落としからの連携で使用される場合も多い。オクタゴンなどが得意とするなど、メキシコマットでも使用される。日本では、ジュニアヘビー級選手での使用者が多い。腕極め、四季万字固めは、 抱え込んでいる腕の肘関節の逆関節を取り極める万事固めであり腕ざわき方。柴田勝頼が考案し健太に寄贈した技。見た目は通常の万事固めとほぼ同じであるが通常は相手の片腕を脇に抱え込むだけである。ラミスティカは人工衛星ヘッドシザーズの容量で飛びついた後に体を旋回させて 相手の左腕を空中で湧き方に捉えながら、足のロックを外して、さらに旋回して、マットに叩きつけてから基本型に移行する腕澤き方。プロレス技である。主な使い手は、カリスティコ、ミスティコ。元々の開発者は、コマンドボリショイであり、メキシコ遠征時にタッグを組んだ、ミスティコが見て覚えて使い始めた。藤原とマードックは、プロフェッショナルレスリング。 藤原組のリングでシングルマッチをしており、湧き方の熾烈なしのぎ合いを見せた名勝負と歌われている。ありがとうございます。